パシーパシーって言うてるやつおるけど、こいつ何？ブロックや。お、意識を見ちゃんなやかに。これが私の LINE なんですけど。오늘은11월21일제생일입니다제가유튜브영상에서도여러번얘기를했었고라이브에서도항상했던말이있었죠외국어공부의가장좋은방법은남자친구또는여자친구를사귀는방법이라고뭐이게틀린말은아니에요틀린말은아니고제일빠른방법이긴한데이게마냥그냥좋기만한거는아니더라고요아무튼네제가말을할때엄청고분고분하게뭐현모양처스타일로말을하는사람은아니라는거는저도알고있었거든요심지어이제경상도사람이고하니까제가일본어를할때말투가이정도까지심할거라는거는저도몰랐어요최근에알았거든요 딱남자일진고딩말투말투가남자일진고딩말투를쓰고있던거예요나도몰랐어요 진짜최근에깨달았거든요제가말투가이렇다는거를아물론사석에서얘기지만일할때는당연히제대로경어를쓰는데제가히라가나나기초일본어같은경우에는뭐제대로 이제 책이나학교에서배우고그래서그렇게하는데이제말문이좀트이고나서이제회화를할때부터는제전남자친구죠오사카출신인남자친구한테전남자친구한테자연스럽게배웠기때문에근데그분이말투가엄청세고심지어사투리도엄청나게심한분이셨어요그래가지고 약간그어린애기들을이제이사람들말투를금방따라하니까애기들앞에서말조심하라는얘기를많이하잖아요딱제가그꼴이었던거예요이제외국인이니까주변에서하는말을그대로그냥흡수를한거죠그게좋은건지도모르고나쁜건지도모르고그냥말하니까그대로외운거예요네그렇게4년이지난결과제말투는이렇게되었습니다파시파시って言うてるやつおるけどこいつ何ブロックや変なコメント書いたらブロックすぐブロックするから本当にやめて이게일본어가한국어욕에비해서굉장히수위가낮고종류도많이없어요그욕에대한그런게한국욕은이제어마어마하잖아요약간 10원짜리욕들일본어는그렇게까지심하지가않아요그래서한국인들이받아들이는그런욕이랑일본인들이받아들이는욕의그런뉘앙스차이가너무너무심하기때문에저는약간애정표현장난식으로툭툭던졌던게이제남들이보면은이시키가미쳤나약간 얘뭐지나랑친하지도않은데왜이런말을하지약간이렇게받아들이게된거죠그중에서제일제가자주쓰던게키모라는말인데한국어로하면은약간극혐그정도근데한국에서극혐은욕은아니잖아요욕엄청심한욕은아니잖아요약간리액션같은거지私の口癖の中で一つがそのキモっていう言葉だったんですけど悪口っていうかキモイコールなんかバカアホみたいなそういう可愛い感じのああいういいことだと思ってまあ例えば相手がちょっとふざけた話をした時とかなんかノリで使うみたいな感じでそういうね汚い言葉をずっと使ってきたんですよなぜこういう最悪な状態になったかっていうと、いや理由があって、今までずっとそういう言葉を言われ続けてきたからなんですよ。だからそれが悪いっていう認識自体がなかったんで、しかも特に女性はそういう言葉あんま使わないじゃないですか。そういうなんかうざとかキモとか、こいつとかあいつとか、そういう言い方。言い訳じゃなくて、本当に、言い訳じゃなくて本当にそういう意味で捉えると思ってなくてだってプライベートで日本語使うことってもう彼元彼以外に日本語で話す相手がいないじゃないですか会社では普通に敬語で使うから汚い言い方とかも全然出ないんですけどこれが私の LINE なんですけど、ね、普通の女の子の LINE とは思えないぐらいの汚いねでも自分も本当に知らなかったんですよこれ言い訳ではなくて今は言い方にめっちゃ気をつけて本当に綺麗な言葉を綺麗な言葉しか使わないように本当に気をつけてるんですけど外国語の勉強のね一番いい仕方で国際恋愛が一番いいよってみんな言うじゃないですか
ほとんどのカップルは男と女じゃないですか。ほとんどの方は女の人は彼氏の言い方を真似するわけですし、男の人は彼女の言い方口癖を真似するわけじゃないですか。自分と同じ年齢帯で同性の人に教えてもらうのが一番いいと思うんですけど、なかなかそういうことってちょっと難しいじゃないですか。まあ、いきなり歩いていて人に近づいていて、ちょっと友達になってくれませんかっていうのも言えないし、で私がおすすめする方法は、まあ、最近こういうアプリもあるんですけど、アプリとかでこういうなんかマンツーマンの会話授業みたいな、そういうのあるじゃないですか。最近見つけたのが iTalkie っていうアプリで、特になんかそういう難しい年間契約そういうのもなくて、なんかレッスンごと払うみたいな感じの結構シンプルなあれなんですけど、彼氏彼女さんに教えてもらうのが一番いいんですけど、口癖とかも全部映っちゃうかもしれないからちょっと怖いですよ。こうなるかもしれないし、だからそういう言葉にちょっと慣れる前まではちゃんとした日本語を使ってる人に教えてもらってから、恋人にちょっと教えてもらっても遅くないと思います。何でも最初が一番大事なんで、こういう iTalkie って自分で先生を選べるから、ね、私みたいなちょっととんでもない日本語を使ってる外国人にはならないんじゃないかなと思ってます。まあなんかメッセージ機能もついてるらしくて、まあ、同じ言語を勉強してる他の、まあ、全世界の人ともつながるし、まあ、一石二鳥じゃないかなと思ってます。で最近の人って、まあ、学校もあるし仕事もあるし、わざわざ塾とか行って外国語勉強するって難しくないですか。でこういうアプリだとなんか普通に風呂入りながらもできるし、どこでもできるから、こっちの方が楽じゃないかなと思ってます。まあ安いですね、オフラインでするよりは。なぜリンクとコメントに URL 貼っときますので、一回試してみてくださいね、みんな。まあそれより最近 YouTube 見ても本当にその国際カップル、特に日本と韓国のカップルとか夫婦とかめちゃくちゃ多いじゃないですか。今どこで出会うか分かんないけどさ、彼女さん彼氏さんの前では言い方気をつけてあげてくださいね。もう一回癖ついちゃうと本当に直せないんですよ。私もちょっとね直せるか不安なんですけど、はい、じゃあ私はこれから寂しく一人でご飯作って、誕生日だけどご飯作ってから撮影して編集して寝ます。はい、バイバーイ。